就職活動がつらいです。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル。先日ニュースで就活自殺の報道がされてました。これはどういうことかというと、就職活動をしてたくさんのところを受けて、これもダメ、これもダメ、あれもダメということで、なかなか内定がもらえなくて、それを苦にしてついに自殺してしまうというですね、こういう就活自殺が毎年150人以上いると。でこれがどんどん増えていて、5年前と比べて 2.5 倍にも増えているというね、そういったニュースが流れて、こういうのがあるんだというふうに驚いたんですけども、確かにですね、就職活動っていうのはなかなか大変なものがありますし、何社も受けてもですね、どれもダメだっていうダメ出しを食らうとですね、非常に精神的にきつい部分があると思います。あるアンケート調査によると、就職を始めてから本気で死にたい、消えたいというふうに考える人が 21% もいたそうです。ですからその就活自殺っていうことをするのはね、氷山の一角っていうか、就活自殺が特別な人だけがするというわけではなくて、非常に就活を苦にしてですね、大変に思ってる人が増えてるということはこう間違いないわけですね。そういう人に対してね、私なりのアドバイスというほどのことではありませんけど、ちょっと一言言わせていただくとですね、なんで就活に失敗して自殺しなきゃならんのかっていうのは一つあると思うんですけども、就職っていうのはまだ社会の船出でね、まだ用意どんでスタートを切った段階なので、マラソンで言うとね、最初の用意どんって言って最初の一歩こけた段階で、そこで諦めるのかっていうね、こともあると思うんですけども、基本的に今の若い人っていうのは、私も以前から何回も言ってますけども、ストレス耐性が弱いってことですね。つまり失敗経験をしていないということです。失敗経験は若い時にたくさん積むべきですね。若い時っていうのは子供の頃っていうことです。小学校、中学校、高校、大学。だからそれまでにどんどん失敗していいんですね。だけど親はそういう子供の失敗、子供に苦労させないようにっていうことで、いろいろなそういう失敗する経験を事前に取り除く。例えばそういう受験で失敗したらかわいそうだから、エスカレーター型のね、学校に行った方がいいんじゃないかとか、いろんなことで子供の失敗を取り除いていく。結果として失敗するということを経験せずにですね、就職活動し、さらに社会に出て、社会に出た後も会社で何か失敗してこっぴどく怒られて落ち込むとか、社会に出て初めて挫折をする人が多いんですね。もっと若い時からどんどん失敗したらいいんじゃないかと思うんですね。失敗というのはどういうことかというと、例えば失恋とかですね、一番害のない失敗なんですね。ですから例えば失恋10回して失敗してる人が、例えば就職失敗してもね、それで死ぬかっていうと、おそらく死なないと思うんですね。失敗がいけないっていうことを私たちは何か教えられてるんですけど、私はもっと失敗すべきであると。失敗という言葉があまり良くないので、私はトライアンドエラーと言いますけども、挑戦してエラーですね、挑戦してうまくいかないというエラーを発見するということですね。就職活動も一社受けて1社目でいきなり内定をもらって、それで決めますっていう人はおそらくほとんどいないと思うんですね。何社も受けて失敗して、次はじゃあ面接の時にこういうふうにやったらいいのかなとか、もっとこういうふうに喋った方がいいのかなっていうことを経験として学べて、次に生かしていけばそれは失敗ではないわけだから、内定がもらえなかったっていうのを失敗と捉えるのか、あるいは次の成功のためのね、いい経験をさせてもらったと考えるのか、そういう考え方の切り替え方でもですね、違ったものが見えてくると思います。ですからこの世の中に失敗というものはなくてですね、全ては次のステップへの経験ですね。そう思って就職活動一つ一つね、大変だとは思いますけども、経験を積み上げていくとですね、最後にはいいことがあるんじゃないかなというふうに思います。